一発出すってより今回はあのどういう感じで走ったらこうあのアベレージを刻めるのかなっていう、こう Q2 でもそういうトライしてたんで、まああの一発は狙ってなくて、まあ、ここまで来れたんで、まあ、よかったとは言えないですけど、基本的にはトップ取りたかったですけど、まあ、そこまで悪くないかなと思いますし、まあ、明日十分勝負できるとは思ってます。まあ、じゃあその手応えもある感じですね。はい、まだ改善するとこはありますけど、まあ、でもこの2戦の反省を生かして、じゃあそうですね、やっぱりいいレースしたいですね。まあ、全力を尽くした上でのこう結果っていうのをきっちり出したいなって思います。